はい、先好きな新潟人の飲酒動画。今回は、リスナーさんから、リクエストいただきました。はい。山崎の蒸留所、貯蔵梅酒。サントリーです。はい。こちらですね。焙煎樽仕込みということで、アルコール度数14度ですね。容量が 300ml のが売ってました。ということで、国産梅 100% 使用、香料着色料無添加、山崎蒸留所貯蔵梅酒 95% 以上使用と。なぜ 100% じゃないのかって。ウイスキーを貯蔵していた小樽の内面を焙煎し、梅酒をゆっくりと熟成させました。華やかで深い香りとまろやかな美味しさ。甘さ控えめで大人の梅酒です。お、原材料が梅かっこ国産、スピリッツと糖類と酸味料です。ああ、じゃあ一応ウイスキーの作り方と同じような感じですね。樽の内面を焙煎して、貯蔵してということでしょ。案外、ウイスキーみたいな作り方するんですね。これはちょっと美味しそうな雰囲気が。ウイスキーもほら、蒸留したお酒を、焙煎した樽に入れて、何年か熟成させるやつでしょ。これちょっと美味しそう。乾杯。確かに梅酒っていうと、まあ、蝶屋の梅酒が有名ですけど、蝶屋の梅酒よくは甘くないですね。ただ甘い、まあ、それなりに甘いんで、それなりにちょうどいい甘さ。ちょっとだけ甘さが控えめ。蝶屋の梅酒の 0.8%、80% ぐらいの甘さになってるね。多分。それなりに甘い。それでもやっぱ甘いですけどね。蝶屋の梅酒めちゃくちゃ甘いからね。それに加えてちょっと酸味が。ある感じ。これ結構美味しいですよ。なんか、ちょっとこう、梅酒の若さ、苦味、えぐみみたいなのちょっとある。梅酒ってほら甘すぎるとさ、他のほら、なんかえぐみみたいなのがわかんなくて甘いだけの梅酒ってまあ、あるんですけど、酸味とかもなくて、ね、甘いっていうだけの白物の場合があるんですけど、これ結構酸っぱめですね。ちょっとなんか、やっぱ酸味、梅酒の酸味と、ちょっとえぐみみたいなのがあって、逆にそれが、ちょっとアクセントになってるっていうか。これ結構美味しい。ちょうどいい。ちょっと甘いけど。山崎これのね、高いやつもあるんですよ。高いやつ3000円ぐらいのやつ。フルボトル3000円ぐらいのやつあるんですけど、それがあったんですけど、さすがに高いなと思って買わなかったんですけど。梅酒ってね、割とね、わかりづらいんですよ、結構。味が。750ml でアルコール度数17度のやつが3000円ですね。たっけ。
たっけ。これたけえわ。これちょっとたけえ。うん。これ高い。あ、ブランデー仕込み5年熟成なんてある。5年熟成、梅酒。焙煎樽仕込み梅酒とは、30年以上の貯蔵に使用していた山崎蒸留所の小樽を焙煎し、梅酒をゆっくりと熟成させました。華やかで深い香りとまろやかな味わい、甘さ控えめ。うん、でももうちょっと甘さ控えめが良かったな。個人的に。うん。あの、蝶屋の半分ぐらいの甘さでいいわ。味わいの特徴、フレッシュな梅酒が樽の中でゆっくりと熟成することで、樽由来の心地よい気候と、木の香りと、焙煎樽ならではの甘やかなバニラ香をまとい、華やかで深い味わいを持つ梅酒に生まれ変わっています。また、樽ポリフェノールから来る心地よい渋みと、ウイスキー同様の熟成香が甘さ控えめで独特な旨味を合わせ持った梅酒を作り出します。そう、これね、ここにも書いてあるんです。渋みがね、ちょっとあるんで。ちょっとこう、えぐみっていうか渋みっていうか酸っぱみみたいな。ちょっとの、こう、梅のね、あれがある。ちょっとえぐいんですよ。うん。うん、美味しい。これは美味しいですね。ちょっとこう、なんか、癖があるんだよね、味に。うん。うん、これは美味しいけど、うん。美味しいけど、ちょっとやっぱ甘いな。甘いな。うん、甘い。でも、この甘さをなくすと、あの、酸味が出てくるんだよね。逆に甘さを増すと酸味がほとんどなくなるんだよ。だからね、うん、まあでもやっぱり甘いな。そういえばこれ飲んでねえな、澄み渡る梅酒が。よく見かけるんだけど飲んでない。なんか、うん。なんかなって。あ、これが確か値段いくらだったっけ？500円ぐらいだったっけ？これ確か500円ぐらいです。澄み渡るリンゴ酒なんてのもある。梅酒、ゆず酒、ぶどう酒なんてのも、今度これ買ってみるか、澄み渡る梅酒、サントリー。てか、リンゴ酒なんてのもあるんですね。リンゴ酒、ゆず酒、ぶどう酒。ぶどう酒ってもうほとんどワインじゃねえか。
澄み当たる梅酒のスパークリングっていうのもありますね。うん。なるほど。でも確かに澄み当たるシリーズはちょっとあれだよね。色がないっていうのはなんで色がないのかわかんないけど。取り除いたんかな。あれかな。ろ過したんかな。ろ過したんですかね、これね。ちょっとわかんないけど。うん。うん。これはね、長屋の梅酒とはね、ちょっと違う。違った味わいの梅酒でしたね。庄屋はね、甘い、とにかく。だけど、結構濃厚ではあるんだよね。そこが強み。コク。うん、まあ、でも、うん。甘みは甘いです。香り、うん。あ、これはちょっと、ちっちゃいのも売ってますんで、300ml のやつ売ってるからね。ちょっと、違った。ちょっとえぐみのある。まあ、焙煎とかなんとか言ってたけど、どこ、なんか焙煎っていう感じじゃないんだよな。割と普通の梅酒なんだけど、味としては。ちょっとえぐみがあって、そこがアクセントになってるっていう。ぐらいでしょうかね。ウイスキーみたいな、こう、香ばしい香りっていうのはあんまりなかったとは思います。ないかなと。4、4、3、4です。ご視聴ありがとうございました。